quite simple. Saving a lot of money and a little help from Phil Smashers. になっただろう。どんな風にパワーアップしたか見せてもらおう。今度のカービィは敵をヒュッと吸い込んでから十字カーソルの下を押すと敵の得意技を横取りできるようになった。つまりコピーできるようになったんだ。吸い込んでコピーして得意技横取り。カービィますますやんちゃ。コピーした時のこと、もっと教えてあげる。どんな技ができるかは画面の下のここを見たらわかる。じゃあここでお得な秘密技をこっそりご紹介。せっかくコピーしても敵にやられちゃうと元に戻っちゃう。あ、やられたって時は出てくるスターを吸い込むんだ。コピー復活。新しい技はコピーだけじゃないよ。スライディングキック、ダッシュ。他にも新しい技がたっぷり。体力表示、スコア、残り人数は画面の下を見てね。ボーナスゲームもあるよ。時々出てくるボーナスゲームは残り人数増やせるチャンス。卵キャッチャー、クレーンフィーバー、早打ちカービィ。他にもいろいろ見つかるよ。さあ冒険の始まり。カービィの冒険はドアのあるマップ画面から始まる。待ってるのかな。ステージ最後のおまけではワンラップ狙って大ジャンプ。やった、カービィワンラップで喜びのダンス。一つのドアをクリアすると別のドアが現れる。おや、ドアが茶色いままだ。こんな時は隠しボタンを探しに行こう。ほら、隠しボタン発見。ボーナスゲームが出てきたぞ。ドアが白くなればもう隠しボタンはないってこと。いよいよ最後のドアにはボスが待っている。手強いぞカービィ。お見事、ボスを倒したらスターロッドが1本取り戻せる。次々出てくる7人のボスをやっつけて、そこに隠された7本のスターロッドを取り戻そう。7つの楽しい世界が君を待っている。どんどん進んでやんちゃなカービィ大暴れ。倒すべき相手はデデデ大王だ。おしまいはどうなるのかな。それは